江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の集中豪雨の話題でございます。集中豪雨でムグンファ号が脱線、普通列車が全面ストップしてしまうという話題でございます。はい、結構ひどいことになってるんですね。こちら写真あるんですけども、こんな感じで昨日の夜です。14日の夜ですね、あったんですよ。夜の11時か。はい、まあ、こんな感じでね。じゃあですね、記事の方行ってみましょう。くーちゃんお願いします。ムグンファ号列車が集中豪雨で脱線する事故が発生した。また全国各地に降った豪雨によって列車運行が170回余り中断された。15日多田急北道消防本部によると、前日午後11時4分頃、清須市初院区賢島目梅郷里の梅浦トンネル付近でムグンファ号列車が線路を外れた。トンネル出口横に流出した土砂が線路の内側に流入し、列車7両のうち6両が線路から外れ、機関車を含む2両が転倒した。この事故で機関士の A 氏50人が顔などを怪我して病院に運ばれた。幸いこの列車は西太田駅を出発して水色駅に改装中で、乗客がいなかったという。これいると消防当局は人材80人余りを投入して復旧作業を行っている。全国に大雨が降る中で列車運行が中止調整される予定だ。この日、渓谷鉄道公社コレイルによれば、前日新名立から梅浦区間改装列車軌道離脱事故が復旧し、集中豪雨が解消されるまで KTX 一般列車など運行が170本余りが中断され、30本余りが調整すると告知した。15日午前9時を期してムグンファ号と ITX セマウル号を含む全ての一般列車の運行を中止した。中央線中部内陸線を運行する高速列車 KTX つなぎの運行も中止された。ただし KTX は京釜高速線、高陵線、全羅線、湖南線などは運行している。コレイルで運営される首都圏東海線、広域電鉄も全ての区間で正常運行される。コレイル関係者は、利用顧客は必ずコレイルトークや顧客センター、レッツコレイルホームページを通じてあらかじめ列車運行状況を確認し、急な乗客は他の交通手段を利用してほしいとして、運行中止になった列車前売り顧客には案内メールを発送していると話した。復旧作業は今月17日午前4時に完了すると予想される。国土部は事故現場近くのトンネル内に土砂が流れ続けている状態なので、重機運用が難しく復旧作業に時間が長くかかると説明した。全国全ての駅舎の一般列車の運行が中断され、鉄道利用客が大きな不便を強いられている。鉄道利用客はコレイルが前日まで事前案内などの措置もなしに突然一般列車運行を中断してと不満を示している。コレイルは事故の収集を終えた後、正確な事故経緯を調査する計画だ。トンネル出たところに土砂が崩れてて、そこに突っ込んだ体ですかね。それで、ソウルと地方を結ぶ一般列車が全面中止だそうです。はい、ということでね、じゃあですね、こちらに対して渓谷の反応を見ていきましょう。それではね、1人目こちら。昨年から雨被害が尋常ではない、これはどういうことだ。19.1、土砂崩れに遭わないためには必ず木をたくさん植えなければならない。2.0、やっぱ太陽光とかあんのかね。こんな災難に政府と大統領はどこにいるのか。リトアニアでブランド品ショッピング。国が災難に苦しんでいるのに大統領夫人という女はブランドショッピング。わらわら。41-42 言われちゃうよなこんな大騒ぎなのに大統領夫人なのか捜査女なのかは、警護員たちが同行してブランドショップ5カ所を回っているなんて、これが国か。ユンソクヨル、キムゴンヒの4年後を楽しみにしています。39-40、雨被害が日増しに激しくなり、近いうちに福島の汚染水が放流されることから、渓谷の合計出生率は 0.5 以下に下がらざるを得ない。ここは生まれたら苦痛だよ。わら1個。それは知ってるけど。
梅雨の集中豪雨に備えろと言ったが、大統領の言葉が隣の子犬が吠える程度の声だったようだ。これくらいの雨でこのような格好だから、やっぱりユン政権の限界が見える。1個、エコバッグを持ち歩くふりをして、ブランド品ショッピングで、庶民は眼中にもないな。デケ法に行ってはやって歩くんだから、国が爆暴だ。1131。はい、というね、意見でした。それではですね、こちらに対してチャットの反応いきたいと思います。ということでね、じゃあ上の方行きますかね。渓谷では、電車もハイドロプレーニング現象になってしまうのかな？お前らダムも溢れさせてたもんな。通常運転でも脱線しそうだし気にすんなよ、わら。路盤が脆いのに豪雨の中高速列車走らすなよ。エラ民族民、高速鉄道は早かったんだよ。豪雨で線路の土台が流されたってことでいいのかな。ニコの雨乞いの祈祷が効きすぎたか。こまめに線路の点検しないのかな。横倒れになってるのが機関車かのか。そうですね、先頭車両ですね。脱線、お前ら運休って概念がないのか。よっぽど学習能力ないのな。あ、天気予報が全く当たらないんでしたっけ。 JR ですら豪雨予想の時は計画運休するってのに。これだから高速鉄道と一般路線を同じ軌道でやると交通インフラの混乱に。けんちゃな予保線工事なんだから動かすなよ。事故起きてからも対策ができないから警告って言われるんだぞ。監視カメラないんかい。トンネルを抜けるとそこは土砂崩れでした。車両でさえダクトテープでけんちゃな予メンテしてるレベルなのに線路に危機管理を払ってるわけないだろう。トンネルを抜けたらその出口は土砂の塊だった。ちょ、川端康成。リトアニアにいて何かできるとでも。そこでゴンヒを出すあたりが。ゴンヒはいなくても変わらんだろう、わら。4年後なんてもったいぶるなよ。今すぐやってもいいんだぜ、かっこ笑い。これが国かって。お前らの国は昔からそうだろ。歴史勉強しろ、わら。ブランドショッピングは彼女の解消だろ。ひがむなひがむな、わら。脱線と大雨はユンのせいではないが、国難の時に外遊してるのはどうかと思うぞ。聞いてるか、キッシー。夫人がブランド買わなくても事故は起こったぞ。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひ、こちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価、コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。